本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。動画出ねえんだけど。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。動画出ねえんだけど。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合により、ご覧になることができません。またのごアクセス、お待ちしております。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。引き続き、ふうさんのご演奏をお楽しみください。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合により、ご覧になることができません。またのごアクセス、お待ちしております。引き続き、ふうさんのご演奏をお楽しみください。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合により、ご覧になることができません。またのごアクセス、お待ちしております。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。引き続き、ふうさんのご演奏をお楽しみください。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスお待ちしております。引き続き、ふうさんのご演奏をお楽しみください。
春です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は元サイトの都合によりご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。ただいま、この動画は大人の都合によりご覧になることができません。大変申し訳ありませんが、またのごアクセスお待ちしております。引き続き、笛のお兄さん、ふうさんのご演奏をお楽しみください。うつです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は大人の都合によりご覧になることができません。ふうさんが小学生以来ハーモニカに挑戦しました。またのごアクセスをお待ちしております。真っ盛りです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は大人の都合によりご覧になることができません。引き続き、笛のお兄さん、ふうさんのご演奏をお楽しみください。大変申し訳ございません。この動画は権利者の申請により配信を停止いたしました。ご了承いただけますようお願いいたします。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、現在この動画は運営者により視聴が停止されています。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が利用規約に反する内容と判断したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。ハマジです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、現在この動画は運営者により視聴が停止されています。引き続き、リーゼントが文字を受け流す様をご覧ください。ハマジです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。引き続き、リーゼントが文字を受け流す様をご覧ください。ハマジです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は
運営者が利用規約に反する内容と判断したため、ご覧になることができません。引き続き、リーゼントが文字を受け流す様をご覧ください。ハマジです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したため、ご覧になることができません。引き続き、リーゼントが文字を受け流す様をご覧ください。クリスマスです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、現在、この動画は運営者により視聴が停止されています。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、フーさんの演奏をお聴きください。クリスマスです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、フーさんの演奏をお聴きください。クリスマスです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が利用規約に反する内容と判断したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、フーさんの演奏をお聴きください。クリスマスです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、フーさんの演奏をお聴きください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、現在、この動画は運営者により視聴が停止されています。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が利用規約に反する内容と判断したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者のアカウントが停止されたため削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。本日は生放送にごアクセスいただきありがとうございます。ただいま定員オーバーのためご覧になることができません。大変申し訳ありませんが、こちらの映像をご覧ください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者のアカウントが停止されたため削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。本当はいい曲なんですが、あえてフーさんの世界観でお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、現在この動画は運営者により視聴が停止されています。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本当はいい曲なんですが、あえてフーさんの世界観でお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が利用規約に反する内容と判断したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は運営者が不適切な内容と判断したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本当はいい曲なんですが、あえてフーさんの世界観でお楽しみください。大変申し訳ございませんが、ご指定の BGM は様々な理由でご利用になることができません。
夏です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。夏です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。夏です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。夏です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者のアカウントが停止されたため削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。秋です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者のアカウントが停止されたため削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。秋です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。秋です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。秋です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。
持ってこれなかった時はあんたら全殺しだからね。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロードしたい大削除シェアとため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。シワスです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者のアカウントが停止されたため削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。シワスです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。シワスです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのご挨拶をお待ちしております。よいからどっこいしょ。どうせ地方なです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者のアカウントが停止されたため削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。どうせ地方なです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。どうせ地方なです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。どうせ地方なです。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。5周年です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きふうさんの笛と太鼓をお楽しみください。5周年です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、ふうさんの笛と太鼓をお楽しみください。
5周年です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、ふうさんの笛と太鼓をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きふうさんの演奏をお楽しみください。5周年です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きふうさんの演奏をお楽しみください。5周年です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、ふうさんの演奏をお楽しみください。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、ふうさんの演奏をお楽しみください。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、ふうさんの演奏をお楽しみください。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、ふうさんの演奏をお楽しみください。本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。引き続き、ふうさんの演奏をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したため、ご覧になることができません。
またのごアクセスをお待ちしております。引き続きフーさんの笛と太鼓をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きフーさんの笛と太鼓をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きフーさんの笛と太鼓をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きフーさんの演奏をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きフーさんの演奏をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きフーさんの演奏をお楽しみください。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が削除したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は権利者の申し立てにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。
本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了したためご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は配信期間が終了もしくは削除されたためご覧いただけません。またのごアクセスをお待ちしております。引き続きふうさんの笛と太鼓をお楽しみください。ニコニコプレミアム200万人突破大感謝祭、
寿司三昧社長が本マグロ解体ショー、高橋名人と一緒に16連射でスイカ割り、坂明に化粧でビフォーアフター、川越シェフがあなたの料理をまさかの採点、例のプールでチュートリアル得意と撮影会、もちろん友部知先生のコーチングを受けられる権利もお任せください。小野山真紀恵先生の料理から神崎香織北海までまだまだあります。ニコニコが日頃の感謝を込めて豪華景品を大還元、詳しくは特設ページへ。ニコニコプレミアム200万突破。地方女です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画をご覧になっている皆様、そして学園都市千葉からいらっしゃいましたゲストの皆様は、ドワンゴ所属の大能力者フーさんの能力ファイアフライの力でひろゆき様の苦靴になっていただきます。洗脳が終了するまで今しばらくかかりますが、ご了承くださいませ。引き続きフーさんの笛と太鼓をお楽しみください。苦しい。ゲシュタルト崩壊してきた。
さよなら告げる眉毛の傘は僕を掘り捨てた。訪れてた夏にも気づかずに、ここはどこだ、僕は誰だと吠える。終わりがないと行き先を殺す、わかるはずがないと景色を指した。自分で気づいた森の外に踏み出せずに、なぜ歩き出さないの、なぜ作り上げないの。そうして何も始まらないまま、腐りゆく人の屍を越えて、今打ち鳴らす肖像の輝が世界を砕く。朝焼けが追いつく前にぐしゃぐしゃに割れた音で構わない、天国を過ぎた秋がすぐそこまで、始めよくざまの真実を隠せ。立ち止まっていたのか、なぜ拒み続けたのか。そうして悩み続けた先には、芽生え狂いざくを遠かい道捨てて、今鳴らす衝動の葉が世界を砕く。目が眩むほど美しい歌形に揺れた音で貫いて天国を。今咲き誇る巨色の葉が世界を飾る。朝焼けが追いつく前に、その額に震えた声を張り上げて、天国を。
じわりだらけの恋愛、そして私を抱くのね、悲しいくらいに感じた振りの吉原、今日は雨、あなた様どうか私を買っていただけないでしょうか。咲き出す傘の上に揺れる私は声がひしめき合いもつれ合い、願い事はどうかいつか鳥籠の外を詰め出して、まことは行く当てなどなくなってしまいしたんだけれども、こなたの籠の中から見る景色だけは私を追い詰める時も癒してくれるのであります。座りだらけの恋愛、そして私を買うのね、私に咲いた花びら、濡れる心に降るは雨、あなた様どうか私と一夜限りのためを、望む染みの数が鈍く心に刺さる、今日も雨、偽りだらけの恋愛、そして私を抱くのね、悲しいくらいに感じた振りの吉原、今日は雨、あなた様どうか私を買っていただけないでしょうか。咲き出す傘の胸に濡れる私は雨、あなたは知っているか、ニコニコ動画初代管理人を。なんか僕ニコニコの人ですよって昔から言ってるんですけど、なんかあんまりニコニコの人って紹介されないですよね。乾杯しました、山田さん。緩やかに緩やかに。ちょっと二日酔いなんですいません。2チャンネルの人は未だに言われるんですけど、なんでそのなんかニコニコの歴史から消されてしまったんだろうって気がするんですけど。ニコニコの現在をどう見る？もう頭のおかしなことをやるぐらいしか道が残ってないと思うんですよね。普通にやるんだったら YouTube でやった方が儲かるよね。で、人に知られたいとか承認欲求があるんだったら Instagram とか Twitter とか TikTok の方が人が集まるよねっていうのがあるので、いかにおかしなことをやって、このおかしな人たちっていうのと、そのおかしなことを好きな人たちでやってるのが楽しいよねっていう、そういうなんか空気をどれだけ作れるかじゃないかなと思ってるんですけど。ならば我々は、頭おかしい、あれを復活させる。また全部メッセ借りてやるんですか？はい。すげえ。チャレンジャーだな。少年少女マヨムで。君は知っているか、伝説のメガイベントを。全文化ごったにのあのダイナミズムよ。
このコロナ禍でリアルイベント大々的にやりますと頭おかしいじゃないですか。何で儲かんないのやるんだっていう賛否はあると思うんですけど、幕張メッセ借りてやりますって、うわバカなことやってるっていうので、ちょっと僕の中で評価が上がってます。こういう時だからこそ莫大なお金を使って夢を見させたいじゃないですか。日本から失われた夢、コロナがきっかけでみんなリアルで会えないから、ネットでいいから場が欲しいんだっていう、そういう熱気をいただいて、リアルがなくなったんだから悲しいんじゃなくて、じゃあネットの超会議ってもう一回何なのか考えようよ。原点回帰なんですよね。ボーカロイドであったり、踊ってみた、歌ってみた、あとは VTuber、声優、アニメ、この一つ一つジャンル丁寧にそのネットのイベントっていうものをこの2年間で、ね、まあ、作ってきた。今回ネット超会議とリアルな超会議合体した8日間の中にこう集結をするっていうような、新超会議の全貌やいかに。エンディングロール流れてる時に、やっぱ来年はみんなでリアルで会おうっていうリアルの欲求っていうのは、なんかみんなの中ですごく蓄積してると思うんですよね。ネット超会議を、やって、8日間やってと、最後みんなに会いたいなと本当に思います。ネットがあるからこのリアルが欲しくなる。なんかここでやはりリアルで会えたら、やっぱりそのもう一回ニコニコ動き出すっていう風になるんじゃないかと思うんですよね。もう一度動き出せ、一瞬じゃなくこの先10年の喜びのために。ニコニコのカルチャーの象徴は僕多分ビリー・ヘリントンだと思ってるんですよね。なんだか分かんないけど、ビリー・ヘリントンがいるとみんなが寄ってって、なんかよく分からないことを叫んで楽しいことしてるけど、でそのビリー・ヘリントンを知らない人たちもあの場に行くと、なんだこうやると楽しめるんだって言ってすごい輪ができるっていう、分かんないけどみんなで楽しもうとするっていう文化祭的な感じが僕は良かったなとは思ってるんですけど、ユーザーの皆さんとやっぱり運営とがちゃんと同じ方向を向いて、同じものを面白いと思っている状態でないと、やっぱりそもそもニコニコって全く面白くないので、それぞれのブースでおかえりって言ったら、ユーザーさんがただいまって言ってくれるよ。ただいま、おかえり、2年間の鬱屈というか、たまりにたまって、た集大成であり始まりである。目に飛び込んでくる本気の好きたち、少年少女よ、タイムラインを捨て超会議に出よ。ニコニコ超会議2022。何年ぶりかの帰国を果たすということですか？いや、僕オンラインですね。はい、こういうビール作ってって指示をして、またよろしくってなると思います。